翔平さん、翔平さん、翔平さん、撮影中、何やってんの？二重顎ひどいよ、隠すな。何？何やってんすか？日光浴。え、何？整い中かなんか。整い中さ、何やってんの？絶対眩しいでしょ。やめて。眩しい。眩しい。起きて、起きて。眩しい。ちょっと相談したいことがあるんですよ。相談？そう、その野球人として。そんな上から撮る、こんな気になるんだけど後ろ。じゃあちょっと俺も座るわ。ラガーズで、うん、あの今年復帰してくれっていう話。え、それはいつもしてほしいけど。この前ありがたいことにラガーズ富士見野市の代表として、まあ2部ですけど、あの宮杯出させてもらったんですよね、うん、高松の宮杯、うん、で、なんとかおめでとうございます。もう終わってんだけどね。終わったの？なんだ。で、地区大会はなんとか勝ちましたと。すごいじゃん。まあラッキーもあり、勝って県大行ったんですよ。うわすごいじゃん、県大おめでとうございます。いや、終わってんだけどね。なんだ。で、ゴールデンウィークの話だから。なんだ。県大会優勝したチームと初戦当たって、うん、ボロクソに打たれて。そうなの？君が？そう。あら、最近ちょっと裏側ではピッチャーもやらせてもらってて。なんで俺がいた時全然やんねえでさ、なんかおかしくね？いたからやんなかったんじゃない？だってピッチャーほらやってはいたじゃん、たまに。全然やってないよ。他にももう一人いたじゃん、ピッチャーやって。あ、そうだ。いろいろチーム事情もあって、今年ちょっとピッチャー戻ったりとか、まあしかも年始にちょっとピッチャーやりたいって話もして。あれかな、レベルの高いチームって、うん、あ、こんなにも打ってくるんだと思って。で、そんなにフォアボールを出してるわけでもなかったんですよ、その日。うん、四死球もなしだし、単純にそれなりに肩の調子も良くて、俺の肩痛なりには投げれてた、うん、ある程度構えたところとかにも、まあインコース使うんだったらインコースでも使えてたし、外もしっかりと投げれたんだけど、全部やっぱ弾き返されるんですよね。今までラガーズで一部のチームとやって、練習試合で投げる時とかでもそんなにそこまでボコスか打たれてたわけではなかったんですよ。どちらかというと自滅の方が多かったタイプ、うん、でも初めてどこ投げても打たれる、全員どこ投げても打たれるって思った、初めての。なるほど。はいはい。で、それってまあもちろんね、実力差もあるんですよ、もちろん当たり前のように。でも実力差を別に四死球とかそんな出してない状態で、他でなんかカバーできることないのかな、ピッチャー心理としてっていう。もうあるある、ありますよ。はいはいはい。俺あれなんだよ、高校2年の時に狭山経済、うん、県大行ってるんですよ。秋か。秋県大行ってるんですよ、うん、県大行って、そ16の時にあのまあ負けた相手徳春だったんですよ、うんうん、4-0 で負けたんですよ。でもさ、4点で抑えたんですよね。そうですね。そう、それはね、どうやって4点に抑えてたかっていうのをこれ言った方がいいかな、教えてほしいんで。だから聞いたの。そうそう、心構えとかもね、あると思うんですよね。いわゆるさ、自分自身の今までの、まあ、経験とかもそうだし、はい、自分が持ってる球種ってあるじゃない。はいはい。球種をもう全部使うっていうのと、俺は全部使ったのよ。はい、例えば俺は横からも投げてたのね。上から投げたり横から投げたり移動してたの、うん、だからスライダーも、あ、上から投げるのと横から投げるので、あ、軌道変わるなみたいな、握りは同じ、投げたら一緒だけど軌道変わるな、じゃあなんかその勝手にそのスライダーっていうものが2種類になるな、うん、でシュートもあったのね、昔ツーシームなくてシュートって名前だった、はい、シュートも上から投げてシュート、横から投げてシュート、それも曲がりが違ったね、うん、幅みたいな。それを、まあ、例えばシュートも2種類になるじゃないですか、はい、でまっすぐに関しても広げて投げるのと狭めて投げるので2種類使ってました。そうですね、広げると半速球みたいなまっすぐになる。そう、そうやってなんか球種のに関してはそういう風に一つの球種をこう分けるみたいな、はい、枝分かれしてこう複数、あの、まあ、サインはないよ、もちろん、もちろんスライダーだ、うん、スライダーっていうサインで自分でさっきこれ投げたら次これでいこうかなみたいな感じで、あのスライダーの遅いバージョンにしてみたり、うん、早いバージョンにしてみたり、それでもまあ打たれることはあったんですよ、うん、そういう時何したかっていうと、ランナーなしとかの時にクイックで投げたりとか。ああ、一番結構大事なのがそれ、足を上げるタイミングは、まあ、もちろんフォームを崩す崩さないっていうのもあるだろうから、まあ、一定の方が正直いいと思うんだけど、うん、そのやっぱ相手がタイミング取りづらいとか、この予想してない考えてないことをやる方が、急にガッて投げてふわって投げたら、まあ、振っちゃうこともあるんですよ、うんうんうん、いきなりじゃんけんポンしたらさ、
グー出してるじゃん、はい、分かる、そういう感じ。それをいかに簡単にこっち側が簡単にするかって言ったら、まあ、一番いいのはクイックだよとか、そうクイックとか、ちょっと 足を上げるタイミングも123っていうのを123っていうのだし、はいはいはい、123っていうのだし、うんうん、そうやってあのいろいろこうタイミングを変えると打者も一定じゃなくなるよ。タイミングの取り方で一緒じゃんみんな。だけどピッチャーがこう上げるなって分かっていってこうタイミング取るけど、それが急に来られたらさ、もうこの引くタイミングがないわけや。だから振れないわけじゃん。テイクバックができないから、うん、でちょっとこう適当にとりあえず当てるだけになっちゃうみたいな、うんうん、で抑えれるっていうのもあるし、まあ俺のイーファスもそうだよね。イーファスもさ、俺という人間を知ってる人は、あストレートとツーシームとスライダーだな、はい、で分かってる中でイーファス投げたらみんなあってなるじゃん。だし打ちたくなる心理がね、そうこの辺だったら打ちたくなっちゃうじゃん、うん、だからそういう風にこう投げて、でも一番難しいからあれって、そうっすね、だから打ってもらってね、ボンダになって抑えるっていうの結構あったけど、まあそういう風にあのフォームも一定にしないで試合は投げた方が俺は抑えれる確率上がるなって投げてて思いました。それは徳原戦でもやったんですよ、うんうん、急にクイックで投げたり、ランナーねいないのにクイックで投げたりとか、はいはい、足上げるのも足上げてからひねって投げるじゃん俺、うんうん、それも急になんかゆっくりになったり、足上げてからひねるをゆっくりしてみたり、ひねった後からこう体重移動もゆっくりにしてみたりとか、投球フォーム内で変化を出す、そう、それをするには何が大事かって言ったら体幹なんですよ。あ下半身の強さとかじゃないと対応できないです。普段のフォームで投げてるのに急にガッてやったらさ、体もあの追いつかないですよ、うんうん、でも体幹とか強かったらそれができるんですよ。だからそれは、はい、もっと早めに言ってくれればそういうアドバイスできたのにっていうのは思ったね、うん、なるほどなるほど、まあ、体幹ってね、しかも肩痛とかにももちろん、そうそうそう、下半身がしっかりするから下半身使えて投げれるから、僕はまあ肩えぐいじゃないですか、うん、負担も減るだろうし、うん、そんな出力少ない状態で抑えれるしね、投げれるかもしれないっていうのはまあ今どんな感じに打たれたとか知らないからさ、俺はただボコスが打たれました、ただねどこ投げても打たれましただったら、やっぱタイミングはもう合ってたんだなって思った方がいい、うん、あるじゃん、タイミング、この人はタイミング合う、はい、ピッチャー合わないピッチャーとか、合わないピッチャーっていうのは自分とは違うタイミングを持ってるから合わないだけで、その人に合わせればもしかしたらなんか変えればタイミング変えれば打てるかもしれないし、うん、逆にピッチャーやっててこの子タイミング合ってんな、もう2安打打たれてんじゃんみたいな、そしたらじゃあちょっと足上げるタイミング変えようとか、その中でどこ投げても打たれるんだったらもう何が原因かっていうのを探ると、タイミングとか球種が一定、うん、だスライダーならスライダー一定、それをちょっと若干の変化でもあの何、ね、バットの当たる場所がさ変わるわけじゃん、うんうん、変化が変われば、まあ変化球のまあレパートリー増やしたりとか、まあ、横投げにしろっていうわけじゃないけど、そういう風にこう工夫してちょっと変えるだけでも効果あるよっていう、うん、何かしらちょっと変える、それはやった方がいいと思います。確かに一定で投げてましたね。そう、足の上げ方、自分しかも結構大きく足上げるんで、うん、それでタイミング相手も取りやすかったのかなって、うん、そうじゃなきゃいけないっていうルールないから、ピッチャーの人みんななんか俺が見てる人は大体そういう人が多い、みんな一定でも頭良くてうまくなんか自分でもう物にしてる人はクイックで投げたりとか横から投げたりとかしてる、実力のある人ほどそういう風に工夫してるんですよ、まあ、だからそれこそより実力のない僕がもっとそういうことをやんなきゃ、そうこの世界では生き残っていけないと、そうあの簡単に言うともっと小細工しろってなるほどね、あのクセモノになれと、はい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 、うん、両兵クセモノになれ、まあ、それは言えますね。まあ最近どこ投げても打たれてんなって思ってる人はちょっとクセモノ感出したピッチングをやってみた方がいい、まあ、自分がバッターだったら嫌だなっていうようなテンポとか、そうだね、間の取り方とか、そう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 、打席立ったことあるけど嫌っすもん、そういつ来るか分かんないから先に早く構えてる、もしクイック来たと思ったらそのクイックの球がいいファスだったから早く構えてるのに突っ込んじゃうみたいな、うん、そうだ、それはもう完全に俺も考えてそういう風にしてるってだけなんで、あれがただね面白おかしくやってると思ってたらまあ大間違いで、最近ジャンクスポーツ見て、うん、あの左の星野さん、うん、あれストレートだけでもなんか2球種あったみたいな話聞くし、その足上げるタイミングとかクイックとかっていう話もしてたんで、
いやじゃあそれ、そうね、じゃあそれ実践しろよじゃあお前。違うだってそれさ、ゴールデンウィーク後だったんだもん。ふざけんなよそれ。ただ強いからがむしゃらにって言っちゃってたんですよね、うん、それが逆に良くなかった。逆にそういう時こそ力抜くのが一番いいと思うよ。逆にそういう強いチームほどなんかすごいなんか80キロとか90キロしか投げれないピッチャー打てないとかあるじゃん。ああ、うん、結構そういうの多いと思うよ。ということでね、まあ今回は翔平さんに、あ、日光浴の翔平さんで、日光浴の翔平テロップめんどくせー日光浴中だった翔平さんにちょっとお邪魔して、まあね、野球のちょピッチャーの極意というかを聞いてきました。まあ、結構素材いいのに打たれちゃうっていう選手もねかなりたくさんいらっしゃると思うので、ぜひぜひ、ちょっと気持ちを変えるような感じで聞いてもらえればなというふうに思います。君次第だよ、はい、頑張れよ。じゃあな。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょー。あ、抜けなかった。俺逆じゃん、こっち行っちゃダメじゃん、こっち行っちゃ。Keep it.